二代のピアノのための競争曲編委長長 MWVO6 はフェリックス・メンデルス・ゾーンが1824年に作曲したピアノ競争曲当時15歳のメンデルス・ゾーンが日曜朝に行われていた家族の演奏会で姉のファニーと演奏するためにこの曲を作曲したと思われその日付は1824年11月12日となっているただしこの曲は 同時期の補聴調競争曲とは異なり、メンデルスゾーン指定の家庭教師として、父のアブラハムに壊れて1824年に、ベルリンを訪れた、イグナーツモシレスから受けた影響が見られる。曲は二人の独創者が均等な役割となるように、書かれており、そのことによって、上調さ、三万さに繋がっているという批判にさらされるが、まだ15歳の少年の作品であることを考慮する。 必要がある。二台のピアノと弦楽合奏の形に改められ、1827年2月20日にシュチェチンで公に初演された。この時の独奏者は作曲者と大聖堂のオルガニストで作曲家、バリトン歌手、指揮者のカール・レーベであった。レーベはその演奏会の主催者でもあった。補聴調競奏曲,曲と共に1950年に主皇府が ベルリン州立図書館から再発見され、1961年に出版されている。約42分ピアノ独奏に、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、言語オブ伝統的な三楽章構成である。出展 ABCDEFG、ザロマンティックピアノコンチェルト、ボリューム03メンデルスゾーンダブルコンチェルトス。 2012年12月31日閲覧。ABC コンセルト4ニッピアノスイニエーフラットメジャー MWVO6。2012年12月31日閲覧。ありがとうございます。